皆さんこんにちは、のどちゃんののんちゃんです。やっほーということで、今回は、私の脱毛事情についてお話ししていきたいと思います。まあね、脱毛本当に私は世の中でいらないもの、1位はもう無駄毛だと思ってます。無駄毛って名前をついているのにもかかわらず、あの人間の進化の中で全然無駄毛がなくなっていかない事実、これ本当どうなってるんですかね、本当になんですけど、まあやっぱりね、気になるところでは、あるんじゃないですか。女の子は特にね、無駄毛処理っていうのは永遠のテーマみたいなところありますよね。で、男の子も最近は永久脱毛だったりとか、脱毛に行っている美容男子みたいなのが増えていらっしゃいますけれども、実際私はですね、今もなお脱毛には通っております。私は、医療脱毛を受けておりますね。医療脱毛、レーザー脱毛ですね。まあその最初なぜ脱毛をし始めようかなと思ったかって言ったら、このお仕事を始めるにあたって、こうキカタン時代は週に2回ぐらい、だいたい撮影がありました。週に2回の撮影でカミソリをやっぱ使うってなると結構ね、肌が痛むんですよね。それが気になっていたのと、私もともと結構色が白い方なので、カミソリでこうやっぱ色素沈着をするのがすごく嫌だったので、だったらもうね、永久脱毛というか、まあレーザー脱毛、医療脱毛してみた方がいいのかなと思って通い始めました。で、最初ね、カウンセリングに行った時にお姉さんにこう、私もともと別にちょっとくしゃみで、もともと見えるところだけ脱毛でよかったのよ。で、このお仕事をしてる中でね、やっぱり毛と爪に関してはこう相談がいるんですよね。マネージャーさんに、皆さん知らなかったでしょ。そう、毛と爪に関しては相談がいるんですよ。で、私それを知らなかった、それを知らなかったですね。なので、VIO どうですかって、 VIO も一緒にやっちゃいませんかみたいな言われて、あ、じゃあやりますって言っちゃいました。で、初めての脱毛の日、私もともと医療脱毛を受けてた友達からどうよって聞いてたら、なんかこうあちあちのぶっとい輪ゴムで弾かれる感じって言われとって、で、その子が脱毛した日にこう遊んだことあるんですけど、もうめっちゃテンション低かったんですよね。あ、そんな痛いんやと思っとって、もうビビり散らかしまくって行ったんですけど、まあ思ったよりそんなにめちゃくちゃ痛くはなかったですね。まあ確かに痛いんやけど、足とかも痛い、腕とかも痛いって言ってたけど、まあそんなにかなみたいなのは実際に行ってみた感想でしたね。まあ何が私は嫌やって、痛いのが嫌なんじゃなくて、バチッっていう音の後になんか焦げた匂いがするんですよ。なんかそれがすごく嫌、どっちかっていうとそっちにビビってましたね。で、最初にいた時に全身当ててもらいました。まあ首から下ですけど当ててもらいました。で、まあ一番痛かったのは VIO、 めっちゃ痛かったです。初めてこうあんなにこう人前で叫んだのは初めてでしたね。もう汗びちょびちょで、もう痛すぎて冷や汗めっちゃかいてて、うわっみたいな、看護師さんもやばいですよねみたいな感じだったんですけど、レーザーを当てて大体2週間ぐらい経ったら自然とこう毛が抜けてきますよって話で、で、まあ普通に1回目行った後にお風呂に入ってて、2週間ぐらい経った時にお風呂入ってて、で、ふとなんかすごい毛が浮いてるなって思ったんですよ。毛が浮いてるなと思ったんですよね。で、なんかその脱毛の時って全部毛を剃ってからレーザーを当てるんですけど、そう、 VIO も私初めてペイペイにしたんですね。ペイペイにで、まあ、ちょっと生えてきて、でもちょっと抜けてきてる感じがあったから、うわすごいと思って、お風呂場でスポスポ抜いてたら全く生えてこなくなっちゃったんですよ、1回で。すげえと思って、で、それがちょうど去年の緊急事態宣言中だったので、4月の、だからお仕事的にはなかったんですね、1ヶ月まるまるなくて。で、その時に会ってたもんやから、まあ次ぐらいに生えてるわと思ってたんやけど、しっかりパイパンのままで、で、マネージャーさんにね、脱毛行きましたっていう LINE をして、あ、そうなんだ、もしかして VIO してないよねって連絡やって、しました。待って、今じゃあペイペイってことって言われて、あ、そうです、なんで相談してくれなかったのってめっちゃ怒られました。
もうめちゃくちゃ怒られました。その時期にだから撮った作品は一応ペイペンの感じであるんですけど、生えてくるまで結構ね時間がかかりましたね。だからこう皆さん、あれなんだか石原この時期めっちゃ毛ないなって思ってる人、それはあの私の怒られた証の VIO なんですけど、だからそっから以降は私 VIO してないんですよ。もう怒られたくねえし、だから VIO はしてないんですけど、それ以外の腕だったりとか足だったりとか、あとはまあこの辺全身背中もで、うなじもやってもらってますね今は。うなじも痛い、まあ、毛だからね、あの髪の毛だから毛根が太いところには痛くなるみたいですね。で、進行的にはもうかなり薄くなりましたね。全然処理しなくても大丈夫ぐらいにはなりました。まあ、元からこうね、あの色が白いので毛穴が透けて目立ちやすい感じではあるんですけど、まあ、それに比べてもいい感じにだんだんなってきてますね、うん、で、お顔の脱毛はしてないんですけど、 TikTok の方でなんか脱毛器のなんかレビューをしてほしいっていうねお話が来たので、そちらの方を今使ってやってます。それもね自宅でする光脱毛器なのかなあれは、なんですけど、まあお顔の毛って正直産毛なので、こう体のね体毛とかに比べたらかなりこう効きが早いのか全く気にならない感じにはなりましたね。なんでおすすめ度数で言えば、まあ、医療脱毛をぜひ行ってほしいなとは思うんですけど、まああの手っ取り早いんでね、手っ取り早いんですけど、まあ、ちょっと高い値段が、まあ、結局でもエステ脱毛とも変わらないのかなって思います。トータルで考えるとエステ脱毛は回数行かないといけないし、 でもなんかちょっと安い感じで出ているんですけど、私はもう手っ取り早くポーンとお金出して医療脱毛ささっと行っちゃった方が結局あったあと楽になってくるのかなと思いますね、うん、実際私も今楽してるんで医療脱毛に行ってしまう方がいいかなと思います。お顔だったりとか自分の体毛が元から薄いよっていう方だったらエステ脱毛でも大丈夫なのかもしれないですね。で、 VIO はとにかく痛いので気になる方、ビビるのであればなんか麻酔クリームも塗ってくれるらしいんで VIO は、そこそういうところに行ってみたりだとかしてみるといいかもしれないですね。なんかもうそこはもう要相談、痛みが弱いってことは事前に伝えておけば施術してくださる方も臨機応変に対応してくれると思いますので、まあ、そこはちゃんと伝えて、何いい脱毛ライフを送ってください。何やねんそれ。ということで、以上私の脱毛事情でございました。何かまた気になることあればぜひコメント欄に書いてください。ということで、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。のんちゃんでした。バイバーイ。